柿内忠史室は、江戸時代後期の豪唱。木の国有田軍、須原村、柿内太郎兵衛や第九代。文芸をたしなみ、亀田法斎等と交流した。法暦九年、木の国須原柿内科第八代、柿内茂康の次男として生まれた。陽名は、松之助で、後に八一と改めた。兄が溶接したため家督を継ぎ、太郎兵衛と称した。幼くして、 江戸茅場町本店に勤務し、成長後は、房総半島を視察して家業に精通した。支配人、辻人七と協議の上、新泉町支店を弟、柿内隆ともに譲り、本店を深川西栄大町に移転し、貸し地に蔵を構えて、流通の便を図った。30年間事業を拡大し、余剰資金で土地を購入して、店舗を新設した。老後は、 十兵衛と称し、陰宅の庭に花を植え、筆日には客を迎えて、縁を開き、和歌、書道を披露した。藩主、徳川春富に、西浜御殿に招かれて、書を求められ、先祖は、代々俗務のことで招かれていたが、文画のことで招かれたのは、自分が初めてだ。と喜んだ。子、柿内博士隆史、追海藻と軍内の豪華を回って、屋敷、 庭園のカビをいさめ、偽装を設置したため、数年後の天保の大飢金で、軍内は被害を免れたという。天保11年3月病気にかかり、4月3日82歳で、死去し、両歳の死亡を与えられた。生前のある晩、義孫か木内を門もんみ、佐都と江戸でのことを語り合ったが、将来のことには一言も触れなかったという。せむか寺に葬られ、 天保12年6月、伊藤交際戦、北畑畠田です書、おいきくち海草大学の母碑が建てられた。伊藤人才の声楽、米仏の書を学び、骨董、和歌、洋曲を好んだ。酒は飲まなかった。毎晩寝る前下女にろうそくを持たせて、子孫択を巡回した。ある晩、鉄孫保がいたずらでろうそくを抜き出したところ、七、八個の欠片を一つに集めて使い回していたため、 バラバラに折れてしまったという。文政5年、横田南次形室の肖像画が、厚みコレクションに所蔵されるが、亀田宝斎は3において、我が子の像を見るに、間に迫ること少なきなり、と告評している。木村健也指導、剣和同日記にも、書き打ちた老兵の名が見える。ありがとうございます。